の拠点に進行しますか？戦力は拮抗しています。激しい戦いが予想されますね。
行け行け、人間どもに俺たちの恐ろしさを教えてやれ。では第一部隊は東の大通り側を、第二部隊は南の市場付近から市民を追い払ってください。スパキオさん、彼らにはちゃんと伝えてありますよね。およ、できる限り殺すなって言ってある。あいつらなら問題ね。でも本当にこれでいいんだな。国を取り戻すための戦いですから、自国の民を殺すわけにはいきません。そうですね、町の中心部から出てきたのですから、本来ならすぐに防衛部隊が出てきてもおかしくはないはずなんですが。いや、噂をすればってやつだ。来たみたいだぜ。観念するのはそちらです。指揮官もいない寄せ集めが皆無様にかなうわけありません。皆の者、行くぞ。当たって効かない。いきますよ。おりゃ、いきますよ。おりゃ、当たって、いって、いきますよ、いって、ほら、当たって、おりゃ、俺怒った、レベル当たって、おりゃ。当然の結果だな。勝った、やった、これならハドスを。魔王さんは何もやってねえけどな。
魔王様、楽しそう。ノリノリだね。で、あっちはどうするんだい？そうですね。それに彼らだってディアボリカをたくさん殺してる。粛清しましょう。分からせてやります、私たちの苦しみを。小さいは余計です。何言ってるんですか。彼らは今まで散々、それは豆の方がうまい。殺したくない。どうする。私ですか。わかりました。彼らは殺しません。魔王軍に迎え入れましょう。決まりだな。お前ら、勝ったからって乱暴なことはすんなよ。人間も俺らの仲間だからな。よかった。人間の飯はうまい。お前はどんだけ食い意地張ってんだよ。では、まずは防衛隊の治療をします。それが済み次第、彼らと共にファーガンを平定しましょう。カイム様、ここは一つ我が軍を立ち上げた時のように演説をお願いできますか。これまで私が説明した内容をざっとまとめる感じでお願いします。お任せして大丈夫ですよね。
やはりカエム様はハドスの王族に連なる方なんですね。民衆の前で見せたあのカリスマは。ええ、十分すぎるほどです。ありがとうございます、カイム様。邪魔ですので、カイム様は先に迷宮に戻ってください。キラムシ、綺麗ですね。私たちの勝利を祝ってくれているんでしょうか。あ、ダメですよ、乱暴なことしたら。何もしてないじゃないですか。理不尽すぎませんか。それは。でもお祭りとかでもよく見かけますよ。みんなも気づいているでしょうね。リリア様、エルフラフニス、ただいま戻りました。お疲れ様、森の様子はどうでした。ですね、白狐の親子を見かけたんですよ。モフモフで可愛かったですそうですか。でも精霊たちの様子がちょっとおかしかったんですよ。エルもそう思いますか。はい、慌ててるっていうか怖がってるっていうか、どうしたんでしょうか。何か良くないことが起こるのかもしれませんね。ティリア様、大丈夫です。ティリア様のことは私が絶対に守ってみせますから。悪い奴らなんて私の弓でバンバン射抜いちゃいます。エル、それはそれは頼もしいことですな。
最小殿、いつも部屋に入るときはノックしてって言ってるじゃないですか。ティリア様が怖がってます。申し訳ありません。ティリア様、急ぎお伝えせねばならないことがありましてな。しばしお時間をいただくことになりますが、よろしいですかね。はい。先日旧ハドスにて魔王軍と名乗る賊が現れたとの報告がありました。魔王？魔王って、あの魔王ですか？それはありますまい。かの魔王は姿を消して久しい。名を借りただけのまがいものでしょうな。ですが、精霊たちが怯えているのは事実でしょう。そう気に病むこともないでしょう。所詮は魔物どもの寄せ集め、ルザリオへの侵攻どころか、旧ハドス領の占領すらままならないかと。でも、そうやって相手を侮るのは危険じゃないですか？ほう。エル殿はルザリオの兵が賊に劣ると、その意味では魔王もどきの首も射抜けぬとおっしゃいますか？そんなわけありません。私の弓は剣的必殺、一撃滅殺です。とエル殿も言っておられます。その魔王などもはや前時代の遺物、本物などいるはずがないでしょう。そうですよね。でもやっぱり心配ですよ。物見だけでも増やした方がいいんじゃないですか？ではこちらで手配しておきましょうか。よろしくお願いします。それでは私はこれで。ティリア様は私が絶対に守ってみせる。この時世に魔王とはな、随分と時代遅れな連中だ。魔王かどうかなど関係ない。現にキャツラはワーガンを占領したのだ。ここで捨ておけば禍根となるぞ。早く終わらないかしら。私はそっちのけ。はあ、つまんない。人間もディアボリカも年を取るとああなっちゃうのかしらね。そりゃことがうまく運べばな。そう簡単にはいかんだろうさ。はあ、
所詮はディアボリカ、同類は殺したくないということか。情報によれば、かの族群、頭目はディアボリカだそうだ。しかもその目的は、古国ハドスの再興。権力も金もあり、かつ同じ悪魔が力を貸していると見ていい。なあ、武漢殿。まあ落ち着けや。別にそういうわけじゃねえ。だが様子見は必要だろうよ。将軍、私たちはそこのディアボリカどもと話しているのです。あなたは。いい加減になさい、くだらない。何にしても患者は放っておくべきだな。情報が欲しい。ええ、その方がいいでしょうね。キロスの方はいかがなさいますか。一応そっちにもネズミを放っておきなさい。まあ、向こうも当分は動かないでしょうけど。よい。それじゃ今日のところは解散。これ以上続けられてここを血の海にされたらたまったものじゃないわ。上昇、ちょっといいかしら。何でしょう。あまりつまらないことはしないでちょうだい。うちは揉めなんてしている場合じゃないでしょ。つまらないことですか。私にとってね、あなた族の頭のことを武漢には言ってないんじゃないの。彼らが聞き逃していただけですよ。そんなことするわけないでしょ。その笑みがうさんくさいのよ、あなたは。誰も彼もつまらないこと、この上ないわね。でも、ディアボリカ率いる魔王軍か。食らいついてくるかしら、私の喉元まで。退屈しのぎにはなるかしらね。